ごきげんよう。高齢者起爆剤講演家の宮崎文隆です。高齢者を光り輝く高齢者にするために、情報を配信しています。起爆剤という情報を配信しているところであります。今日は2023年10月の2日月曜日です。今外に光がさんさんと照っております。まあ風もちょっと吹いているようですが、でもコスモスが揺れていい時期ですね。いい季節ですね。今日は〇〇の壁シリーズを行っております。第2弾が姉小路金丸さんの中高年登りきってもいないのに下り坂の本の中で行ってみたいと思います。今日はですね、第1章がなかなか回らないんですが、第1章のですね、第1章、奥様、男性用トイレに入ったことありますかというのが第1章です。その中の今日は、小項目です。私のおっぱいは失敗。なんたるテーマでしょうか。長く連れ添っているといろいろなことがあります。ご主人は毎晩毎晩飲んで帰ってきました。あなた、また飲んできたの？もう毎晩毎晩飲んだくれて、一体どこで飲んでるのよ。口で飲んでる。なんでそんなに飲むのよ。コップで飲んでる。もうあなたって人は屁理屈ばっかり。仕方ないだろう。付き合いっていうものがあるんだから。私と付き合いとどちらが大事なの？あなた言ったじゃない。愛してる。って。これのどこに愛があるのよ。それとこれは別だよ。お金には細かいけど、私を使うのは荒いじゃない。別れる。やっぱり別れない。別れる。やっぱり別れない。てんてんてん。何度も繰り返した。別れ話。でも、なんとか続いてきました。田舎から奥様の、親御さんが出てきたこともありました。ああ、かなり深刻だったということですね。お前が我慢しろ。お前が我慢すれば収まるんだから。理不尽だと思った奥様。でも、なんとか我慢した。小さな子供たちのことを思って耐え忍んだ。耐えることを美徳としてきた世代なんです。西洋にも似たような考えがあるんですよ。夫に妻子あり、妻に忍耐あるは、家内安全のもと、ということわざがあるんです。なんとなく男に都合の良い考えにも思えますが。ねえ、金丸さん、聞いて。子供も思うように育ってくれなかったの。長女の和子は結婚して子供を二人こさえたけれど出戻り。長男の照彦はいまだに結婚せずに家でゴロゴロ。でも次男の秀樹は嫁をもらってくれたわ。初めての嫁嬉しかった。ところがその嫁と三ヶ月も経たないうちに喧嘩。喧嘩したこともショックだったけど、次男坊が嫁についたことはもっとショック。秀樹、あんなに難産だったのよ。あんな死ぬ思いをして産んだのに、どうして私の味方になってくれないのよ。あ、奥様、子供は離れていくものなんです。それが自然の摂理なのです。仕方ないのです。金丸さん、でもね、秀樹は私のおっぱいで大きくなったのよ。私の可愛かったおっぱいで朝から晩まで私のおっぱいを吸って大きくなった秀樹。でも今では嫁のん？てんてんてん。私のおっぱいは一体何だったの？リハーサルだったの？おっぱいじゃない。もう失敗。そういうことか。そんなこんなあんなで、揉め事や悩み事は尽きないのが家庭であり、人生であるのかもしれません。小説家の伊藤幸男さんはこんな言葉を残しています。苦痛を共にした家庭は安息の快楽を共にすることができる。フランスの小説家アンドレ・モーロワさんもこう言っています。幸福な結婚というものは、
婚約の時から死ぬまで決して退屈しない長い会話のようなものである。雨降って地固まると申します。下がったものは上がる、沈んだものは浮かんでくる。それもまた自然の摂理、どんな時も希望を持っていたいものです、というのが今日のショータイトルの私のおっぱいは失敗まあおっぱいは失敗、なんか奥さんのこの嫁との間、そして、次男とのこの間の溝というか間というか落差というかね、そこら辺りがまあそれが人生と思うしかないのでありましょうかね。